ングルからこんにちは、ローです。皆さんこんにちは、コナンです。シャキーン。それ聞いてなかったからね。打ち合わせではなかった。打ち合わせしてないし、むしろね。ちょっと、ニキビ治療です。あ、この絆創膏ね、本当に、はい、すいません。はい、ということで、今日の企画はですね、ファイ、どうした、びっくりしたよ、今声が飛んでって。あ、久しぶりだからね。ちょっと慣れてないでしょ、このハイテンション。今日の企画はですね、コナンのバッグの中身紹介。本当にやるんですか。やるやるやる。マジ？もうね、全然興味ないけどやろう。絶対よね。でもね、まあ持ってるものはちょっとみんなに参考になるのではないかなとは思うんですけど、うん、結構ハードル上げたね、今ね。本当にね、帰りたくなってきた。ハードル上げすぎて帰りたくなった。はい、じゃあまずね、はい、びっくりしたわね、絆創膏取れるからさ、マスクしていいかな。止めときな。止めますね。で、まずね、まあ、みんなが持っているであろう、うん、本当にちっちゃいんですよ、これ多分こうかけてるんですけど、うん、まずこのバッグはどこですか。これは2000円くらいで買いました。あ、どことかそういう情報はなくてね。そうです、書いてないですね、はいはい、本当にただこういうのが欲しくて、でも別にそんな高くなくていいなと思って、あそこで買いました、原宿で買いました。すごい、なんかちょっと高く見える。そう、普通にね、ワンシーズンぐらいだったら全然乗り切れるので、ね、皆さん原宿に行ってください。はい、じゃあまずいきます、うん、じゃじゃん、こちらはお財布です。普段使ってる、なんか意外な色だね。いや、これはなんか、うん、ヘザーあるじゃないですか、うんうんうん、服ののなんかノベルティでした。いくら以上買ったらついてくるみたいな。あ、ヘザーって言われたらすごいちょっと納得でしょ、うん、納得でしょ。で、なんか別にちっちゃいのだったら何でもよかったから、うん、これを今使ってるだけで、うん、ちなみにこの中身は見せたいんだけど、ちょっと女子力が低いのがバレちゃうからやめときます。はいはいはい、はい、で、続いてこのおばあちゃんが持ってるそんな巾着袋なんですけど、こちらはですね、モバイルバッテリーですね。あー、はい、偉いね、ちゃんとそういうのに入れるので、まあ一応機材だからね。あー、私結構そのまま裸で入れちゃうよ。後で見せようか、カバンロアの中身。やめた方がいい。あとはなんか一応コンセントも持ち歩いてます。最近使えるじゃん、スタバとか。意外そういうのちゃんと、ね、いや本当に終わりだから、これ切れたら。あ、スイカだから今。あ、わかるわかるわかる。そう、モバイルスイカって言って、これがスイカだから今って何。モバイルスイカだから今でしょ。全然主語なかった今。これね、主語がね、うんうん、ずれちゃうから、はいはいはい、これが切れたら終わりですから、命ですからね、はいはいはい、で、続いてはメイクのポーチです。この目玉焼きのポーチ、ね、ああ見たことあるわ、このポーチでしょ。うん、めちゃくちゃ、ね、もうめちゃくちゃよ。ごめんね、これもらったんですよ、リスナーからのもらい物。あー、でも偉いね、これを使ってます、はいはい。で、まあ、あとはリップですね。普段ちょっと使ってるリップがあるんですけど、最近はちょっとこのね、4種類を使ってるんです。ね、この4種類を一気に全部塗ってんの。3種類です。あ、3種類3種類だった。そう、まあでもこれはよくね、あ、オペラかな。そう、定番のオペラはこれだけで塗ることが多くて、うんうん、この3色は普段使ってるんですけど、まずこれを塗ります。はいはい。で、重ねてこの紫のレブロのやつを塗っていくんですね。で、はい、その後にこのクロスを塗って、この口紅完成すると。商品紹介雑ね。そうです、ほんとにね、何の参考もにもなんないよ。まあ、ググってくださいって感じでですね。すごいね、すごい、あんなに参考になると思いますって言って全然参考にさせてくれないじゃん。ちょっとあまりにもね、ちょっと迫力が薄いということだったので。迫力が、内容ね。あ、そう、内容が薄いという。迫力が薄いって何。内容が薄い。そう、内容が薄いから、メイクポーチの中身もね、はい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 、今ポがめっちゃポーチのね、で、中身大したもの入ってないんですけど、なんかおすすめとかないんですか。あ、おすすめじゃあリピートしてますみたいな。あ、いいじゃないですか。まずですね、はい、アイシャドウですね。最近ちょっと今ピンク系をつけてるんですけど、その色が結構おすすめなんですね、うん、なんかちょっとピンク紫っぽいね。そう、わかんない、はいはいはい。まあでもそれはね、ケイトのメタルグラマーアイズ、はい、このね、やつがとても私はおすすめしてます。ケイトなんだね。そう、ケイトでね、ブチブラなんですね、これも。ブチブラってことか。ブチブラなんです、ほんとに。そう、眉毛を描くやつなんですけど、なんかでかいね。そう、マックの、初めて見た。そう、これなんですけど、グレートブローテーパード、これは、はい、同じ事務所のマーちゃんいるじゃないですか、うんうん、マーちゃんにタンプレでいただいてね、これめちゃめちゃ使いやすくて、すごいね、この眉毛が完成してると。センスよ。そうなんですよ、プレゼントのセンスいいね。あとはチークですかね。こちらエクストラディメンションブラッシュ、チーキービッツ、もう砕けちゃってるんですね、これ実は。いや、すごい濃いめね。濃いめなんですよ、だから本当にちょっとしか使わなくて、あ、もう色がつくから。確かにコスパ良さそう。そう、コスパめちゃめちゃいいです。これラメがちょっと入ってて、この種類おすすめです。あ、でも私もね、
持ってる1個。ほんと、うん、これめっちゃいいくないですか。ね、違う色だけどめっちゃいいです。そう、おすすめです。あとアイラインとかもケイトなんです。私ケイトが多いんですよ。あのプチプラなのもあるし、ね、全体的にめちゃめちゃ使いやすいからケイトおすすめですね。ケイトとキャンメイク私も多いかもしれない。あ、キャンメイクもなんか可愛い色がついてとか、ね。はい、以上でコナンのポーチの中身紹介でした。カバンだね、カバンの中身紹介でした。そうだね、もうポーチが印象ついちゃったね、はい、ね、ポーチが多かったなと思って。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。これ流れてたね、今テルルルルテルルーンって出てくる。今日はみんなで恋愛の心理テストをやっていきたいと。怖いんだけど。やだやだ、そんな冷たくない。イエーイ。いやだー。いつもやらかしてる。